はい、どうも皆さん、こんばんは、カブくんです、皆さん、もうすぐで寝る時間が迫っておりますので、宇野くん、羽生くん、フィギュア界、カブくん、速報すべて今読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。エミリーさん、どうもです。カブくんさん、おはようございます。始まった、始まった、ファイナルが始まりましたね、公式練習のレポートが上がり始めました。ああ、来てしまいましたね、緊張をしてきた。まずはジュニア男子が練習をしているということみたいですね。しかし、しょうまくんは NHK 杯で股関節か腰が、どこか少し痛めたんですね、治ったみたいで良かったです。もうドラマティックは良いので、3月の世界選手権みたいに、これは強いわっていう安心なやつ、プリーズ、言霊マジックをお願いします。宇野昌磨グランプリファイナル初制覇、宇野昌磨ついに金、宇野昌磨初優勝おめでとう、神様お願いします。あ、これはですね、グランプリシリーズの時も皆さんやってましたよね、もう言霊マジックでね、やっていくしかもうないんでしょうかね、まあでも少し痛みはあるけど、今はもう治ってきたということでしょうかね、これ以上の波乱はね、今はちょっといらない感じですね、猫さん、ありがとうございます。公式練習始まってますね。シリアも日本時間20時45分男子からスタート、もうすぐいよいよです。みんなそれぞれにベストの演技ができますように。そしてしょうまくんは今度こそ優勝を、裏方チャンネルの締めの言葉、明日からブラッシュアップ、翌日からではなく明日からとなっていたのは、動画自体はきっと NHK 杯終わってすぐに作っていたんじゃないかなと思いました。あ、なるほど。でもいろんなことがあった大会で、帰ってきてからもデミ先生は心配して名古屋に残ってくれたりと、気を使ってくださいましたね。この動画が今公開できたのは、しょうまくんの調子が良くなっているからだったと、受け取りました。SNS をされているデミさんだけではなく、ハマさんまで動画で思いを語ってくれたのも、なんだか、じんわりきました。いや本当ですね、グランプリファイナル直前に、とても安心しますよね。しょうまくん一緒に歩んできたお二人も、優勝を願ってくれますよ。なんなら世界選手権までもう見据えてましたよ。ね、もう本当その、宇野ロード。そして、宇野ワンワンのトランクに詰め込まれそうになった翔馬くん。なんとなくどこかで見たことあるようなポーズ。あれは、オーボエポーズ。あ、確かにね。オーボエポーズっぽい感じでしょうかね。ひざまつくシーンですよね。その、オーボエポーズとともに、シャンペリーからね、トリノの方にもう到着していると思うんですけども、ゆうのややさん、どうもです。カブさん、またこれから怒涛の動画になりそうですね。ジュニアもあるし、カブさんの応援楽しみにしています。いやー、結構覚悟必要ですね。明日ね、ほんとどうなっちゃうんだろう。いや、ほんとそうなんですよ、怒涛ですよ明日。YM さん、ありがとうございます。今、20分前ですね、速報が入ったようです。男子の公式練習、翔馬くんフリージャンプノーミス情報ということですね。はい。フリーってことは、G1000m の方ノーミスっていうことみたいですよ。もうこれはかなりの情報でございます。で、調子がいいみたいですよ。ステファン先生とジスランコーチと何話してるかわかんないけど、大笑いして、早めに練習を終えてリンクを後にしたそうです。なるほど。いい感じですね。あまりに調子が良すぎて、かえってドキドキしてきたという、ファンさんのツイートまで上がってました。気持ちわかる。いや、確かにですよね。調子が逆に良すぎて。とりあえずフリーはかなりいい感じで、しかも調子がいいということらしいですね。これは朗報でございます。エミリーさん、どうもです。アリアノーミス、そうらしいんですよね。僕まだ真相を今知ったばかりで。ってなる、しょうまくんファンあるあるですね。客席に声が届くほど、ステファンたちと大笑いしていたらしいですね。これは本当にいい感じにですね。いい感じの仲間と共に、しょうまくんの笑顔に、それだけで幸せになります。いや、そうですね。これは嬉しい情報です。グラビティの方もね、できればね、ノーミスでやってほしいですね。
はい、まあ、とりあえず氷の感触はいいということだなので、このままね、やってほしいですね。はい、はい、というわけで、速報でございました。